イの田舎はですね、このペッチャブンは3日間ほどですね、大雨が連続で降っているので、裏のですね、ため池がちょっと溜まっているかをチェックしに行きます。裏の水がもし溜まってたら、ちょっと野菜作りでもしてもいいかなと。暇なんで。3日間のですね、大雨でですね、川に流れが戻ってきました。ここはもうですね、乾季の時期はずっと枯れちゃってですね、枯れているんですけども、だいぶ水が溜まりましたね。ほとんど水がなくて枯れてたんですけど、あっという間に水が溜まりましたね。これだったら、自宅の裏の畑でですね、野菜作りもちょっとやれるかもしれないですね。